神奈川ビジネスアップトゥデイト今回は障害者雇用を特集長年障害者雇用に取り組む企業の姿からその現状と可能性を探ります 川崎市に本社を置く日本理化学工業1937年の創業以来、チョーク、黒板関連用品などの製造・販売を中心に発展中でも粉が出にくいダストレスチョークは高い評価を集め、市場でもトップシェアを誇っています一日およそ13万本を生産する現場を担っているのは知的障害のある社員 日本理化学工業では1960年から知的障害者の雇用をスタート。現在社員83名のうち63名と雇用率は70%以上に達しています。楽しいのはそうですね、まあ。まあ一日ミキサーね。まあ目標としては8回ってなってるんですけど、まあ今はねまあ10回以上で出ていますね。そこはまあまあ楽しいことと、あと変だなって思ったことはやっぱりその。 まあチョークの練,りです、ねまあ、練り具合っていうのはその,その時の天,天気とか、まあ、温度によってまたやっぱり変わってきますので人がじっやっぱり大変ですね。はい、ねま,まずはやっぱり家に少し出して、まあ、あとは、まあ、ちょっと買い物行ったりとか、まあ、ちょっと出かけたりとかそ,そういう時に使ってます集中しなくちゃいけないし集中途切れてしまう時もあるし集中が途切れてしまうとたくさん不良チョークができちゃうんで。 やっぱそういうところが大変です。えっと機械掃除を四十五分以内に終わらせることと、あと今やってる作業で目標一日の目標を四百あ千四百五十枚それ達成することですね。障害者雇用を実現するさまざまな取り組み、日本理化学工業が大切にしていることとは。 あのまあ、私もそうですけどもこ,のここで働いている健常者の人はもともと福祉の勉強をしているわけではなくてあの、まあ、違う会社からこっちに移ってきてという風な人が多いんですけどただあのやはり一人一人の,その特徴というか毎日一緒にいるといろんなことが分かってきますので,なので、まあ、そういう特徴をあの捉えてこう伝えていくという風なことを心がけていますやっぱり一緒に見て、まあ、どういうふうにやっているかを確認したり。 ですとかあ,のあと伝え方で伝えてあ伝わってないなってなったら写真で見せてあげたりとか日常の生活の中でここができてるなって思うところがあればそこを利用してその作業してもらうっていうことだったり、はい、そここはその昔から <laughs> 教わってきたところですね、はい、一人一人の理解に合わせた丁寧なコミュニケーション。 長年働き続けてもらう中で信頼関係を築くには家族のサポートも欠かせません会社で何かあったらあのいつもと違うことがあれば家庭に連絡をしますし家庭に何かちいつもと違うことがあれば連絡をしてもらったりすることもあったりするのでやはりその家族のサポートというのはすごく大切なものだと思います。はい、障害者雇用促進法によって2%以上の法定雇用率が定められている日本。 年々雇用率は上昇していますが、2018年4月からは身体障害、知的障害に加え、精神障害者の雇用も義務化となるなど、大きな変化を迎えています。スタジオに迎えるのは、2008年からトップを務める大山隆久社長。社員として採用し、長く働いてもらいながら企業として収益を上げる。 日本理科学工業の障害者雇用の環境とその取り組みを探ります。まああの本社のですね製造現場を担っているのは知的障害者の方たちなんですよねそうですでこれがあの今83名の社員のうちに63名と、はいはい、これは結構な率ですよね。 そうですねうちは製造業ですからも、はい、のづくりの現場は全て彼らが担ってくれています。長くお勤めの方というのはどれぐらいお勤めなんですか60まで勤め上げてくださった方はもう10人は超えてますし十<ー>何人いるんだろうっていうぐらいですがでもそのやはりこう長く勤めていただくっていうのはなかなか大変だと思うんですよね。例えばどんんな工夫があるんですか そうですね、一番大事にしてることは障害をあるなしは関係ないと思いますけど、うん、その相手の理解力に合わせて、うんえー、伝えるとか段取りをするっていうことやっぱり伝わらなかったらやっぱりその先にはなかなかいけないと思うので、うん、そこをどう伝えていけるかっていうのを人に合わせて考えようっていうことを、まあ、うちの中では大事にしてる、うん、います。 製造現場っていうのは私は今回ですね、はい、あの事前に取材に行かせていただいたので、はい、彼らが非常にテキパキと決められたことをしっかりやるっていうねそういう,こう力を持ってるっていうのを目の当たりにしてきたんですけれどもやはりその雇用側がいかにこのやることをしっかりと明確にし、はい、こうしっかり教えて差し上げていくかっていうある意味生かすも殺すも 雇用側次第というところが大きいんでしょうね、まあ、うねちのような小さな会社はその雇用に余裕があるわけではないので一、うん、人採用したらもうその人が本当に一人前になって、うん、あの働いてくれることがやっぱりその力になっていくのでもう必死に伝えるしその人がどう,どうやったら伝わっていく分かってくれるだろうということをやっぱりもう その人がやってくれないと回らないわけですから、<ー>そういう切羽詰まった感はあるので、<ー>それがこう長く続けてきた<ー>あのー、まあ結果がいい形につながった部分も僕は大きくあるんじゃないかなと思います。<laughs> なるほど、ある意味その本当の意味での戦力として彼らを雇用しているから、もうやってもらわないと困ると、<ー>で、もうしっかりと教えていくんだっていうある意味こう切羽詰まり感が。 互いを真剣にさせるというそういうところですかね。もうまさにその通りだと思います。ああはい。もうまあすごくそういう意味でしっかりと個性を見極めてもらえて大切にしてもらえてるっていうそういう職場なんだなっていうふうに思うんですけど、今その彼らがもらっている月給といいますかお給料というのはどれぐらいになるんですか。まああのうちは川崎だと神奈川県の最低賃金っていうのが、はい、今、えー、930円っていうことですので。はい でまあ一時間だいたい七時間四十分で、うん、まあ二十日から二十日ぐらいが一ヶ月働くと思うんですが、うん、そうすると、はい、そうですね十四万から十五万のそういうレンジぐらいにが平均になるんじゃないかなと思います。あ,えー、あとは役職とかあまあそういう賞与とかっていうのはまた別の話ですけど、うん、そこにあの手当とか、はい、ある意味ボーナスであるとかそういうものがオンされていくということですか。まああの多くはないですが、えー、はいあの あの知的障害者の方たちもやっぱりしっかりと仕事を覚え役職もつきっていうふうになってくるとじゃもうちょっと自分が働いて認められたいとかお給料をもうちょっと増やしたいとかっていうようなこうモチベーションといいますかそういうものとの欲求っていうのは全ての人ではないと思います。えー、あのお金に対ししてあままりり興味があのないない人ももたたすので、うん、ただ やはりじゃあ次のボーナスが入ったらこういうのを買いたいとか、<ー>あの普通にいろんな会話の中で聞く話ですし、でもまあそういう意味で言うと本当にですね、あの素直にまあ楽しくですね仕事をやっている姿っていうのがあって、はい、あなんかこう健常者とそんなにこう変わりがないというかね、はい、そういうふうにも見えましたね。そうですね、もう変わることは僕は一つもないと思うし、逆に。 純粋さとか、その、まあ、シンプルに。やってくれる分。僕なんか、僕なんか余計なことばっかり考えてますから。本当に、あの、学ぶところが多いんじゃないかなって思う。こともあります。なる、ねはい、一緒にやっていくことによって、彼らは、間違いなく戦力に。なっていく。うん、だからこそ、うちは、こうやって続けていけています。そうですよね。六十三人も。いらっしゃるってことは、その証なんだろうなというふうに思うんですけれども。チョーク。を。 みんなで作っていると,、はい、という意味で言うと、まあ、チョークの成長なんですけれども残念ながらそのチョークというもの自体にこれから需要がどんどん増えていくというようなところはなかなかか見出しにくいともうまさに30年ぐらい前からもう少子化っていうのは始まってきていて、えー、でちょうどそれぐらいからホワイトボードがあの登場してきてそうすると黒板からホワイトボードに変わり、うん 少子化がどんどん進めば学校が減り、うん、教室が減れば黒板が使うシーンというのもどんどん減りますし、はい、もうそのプロジェクターだもう最近ではその電子黒板とか本当に書かないんですね、はあ、だからもうま年々もう本当にペースはありますけれども減っていくしかない市場なものですからもうう社用産業のの筆頭ような商品だと思ってます。その大山社長がですねここの会社に就任した時はい。 っていうのはっもっとチャレンジをしなきゃダメなんじゃないかというふうに思ったそうですねやっぱりメインのチョークがもうそういうまあ減っていく市場だってことはもう誰が見ても分かっていた話ですから、えー、だからそこだけに集中するんじゃなくてっていう意味で新しいチャレンジですね<ー>、はい、現在日本理化学工業が注力するのが新しい筆記具キットパスです ホワイトボードやガラス、プラスチックなどツルツルしたところにもしっかりとかける上、濡れた布で簡単に消すことができます。使用している原料は主にパラフィン。粉が出ない、揮発臭がないことで安心して使えるといいます。お風呂用、ボディーペインティング用も開発するなど、書く、消すという機能のバリエーションを広げています。特徴はインストラクター精度。 全国に1500人以上いる認定インストラクターがワークショップなどを展開キットパス普及に向けて活動しています日本理化学工業のこれからを描くキットパスその展開とはなるほどキットパスということで、はい、非常にユニークな筆記用具ですねガラスとかツルツルしたところに書いて消せるああのまあ、固形のマーカーというんですかね、うん、で水で水溶性なものですから水で解くと 絵の具にもなるし、うん、描くのはもうどこでも描けちゃうんですが、はい、平滑面であればちゃんと消せるので、はい、ガラスだったらお子さんのお絵描きをね、うん、大きなキャンバスでその描かしてあげられるし、はい、まあお母さんも怒らずにちゃんと消せますから、はい、そういうこともできるし。はい、だから描く消すっていうことが、 チョークの定義だとしたら、僕はキットパスでその各ケースができるところを。もうキットパスでこう攻めていこうと<ー>、使っていただく場面を作ろうとな。ないうことを考えてます。チョークの進化系なんですね。キットパスは。あの、そう思ってますし、そういうふうに伝えていこうと思います。なるほど。で、まあ、これキットパスすごく面白くて、そのインストラクター制度っていうのが。 えあのまあ、実際に子育てをされていらっしゃるお母さんだとか日本理科学を応援したいと思ってくださってる方もそうですし、うんまあ、いろんな資格をお持ちの方での口コミから広がってあ,あ面白そうだねっていうことでインストラクターになっていただく方もからまあ、きっとバスと会社の、まあ、ファンになって。 いただいた方がなっていただくことが多いかなと思いますけど、はあ、このインストラクターの方がご自身でワークショップのようなものを開いてでお友達だ知ってる方だをお招きし、はい、まあキットパスの使い方をこう、ね、見せたりするわけですよねそうですね、はあ、で、今日気に入っていただいたら買っていただくっていう<っ>そういうことなんですねもうおっしゃる通です、はあ、じゃあもうどんどんそういう意味ではファンがキットパスを売ってくれる 仕組みというふうにも言えるわけですね。そうですね。本当に皆さんのあの頑張りのおかげでこれだけ増えてあのいただいて、だからこそもっと会社としてもこの人たちとどうつながっていけるかっていうことを、うん、もっともっとあの考えないといけないと思ってます。でも私すごく大山社長が素晴らしいなと思うのは、どうしてもこういう知的障害者雇用ってなると、もう社会的なまあ存在 としても素晴らしいといととうことで完結しちゃううと思うんですけれどもでもそれじゃダメなんだと存続していかなければダメなんだということで売り上げ目標10億円だというふうにまあ掲げているっていうその力強さもね一方であるっていうところが非常にあの印象的なんですけどやっぱ成長していかな,ないと継続していけないわけですからでうちにはもう80何人かの,その社員がおって、まあ、多くが知的障害の社員ですけれども。 だから彼らを路頭に燃やすことだけは僕の立場として一番やってはいけないことだしで日本に科学の使命ってちょっと偉そうなことを言いますけれどもあのやっぱり会社として成長してその社員とねまあその働く幸せを実感するっていうことが一つの目的ですけれども僕らのもう一つの使命っていうのは世の中にねうちの社員がこれだけ頑張ってやってくれてるからうちが続けていける。 るわけですので、まあ、できるできないはもちろんあるけれどもこここれだだけすごいいんんっててとととをちゃんと伝えくそれができるとやっぱりじゃあうちも障害者こうやってみようかなとかやっぱりそういうふうになっていくもうそれは絶対なるんだと僕は思ってるからそのために何が必要かって言ったら一番は強い経営ができてなかったら何の説得力にもならない。だから うちは経常利益率もこれ売り上げていくんだ、ね、売上に対してもこういうふうにやっていくんだっていうことをやっぱりちゃんと目標も掲げてやらなかったらやっぱりそういうことにならないと思っているのでだから障害者の方たちとか、まあ、その社会にまだ参加ができてない多くの方もいらっしゃるんだろうと思いますけどでも多くの方が逆に活躍できるんだと思っているのでそういう一助になれるたらっていうのが僕らの思いだしそれが 勝手に一つの使命だと思ってはいます社会として必要とされる障害者雇用就労支援と雇用をめぐる大きな変化が起きています2018年4月からは身体知的障害だけでなく精神障害者の雇用義務化がスタート 従業員50人以上の企業で2%という法定雇用率。これに満たない企業には、ペナルティーとして不足人数分一人当たり5万円の支払い。反対にこれを超えると、インセンティブが発生します。人材不足に悩む企業が増える中、具体的な準備・対応はどこまで進んでいるのか。そして、日本理化学工業が描く未来の姿とは。 あの日本の企業の中で、まあ、障害者の雇用義務というのがより強化されていくという流れの中で、まあ、身体障害者知的障害者に加えて精神障害者っていうふうな、まあ、そういう枠が増えていくよっていうことがいいことだと思うんですけれども一方でですね障害者雇用っていうものに対する覚悟といいますかねその簡単ではないんだというところはあると思うんですけれどもここは大山社長はその 企業が障害者を雇用していくっていうことを確かに簡単にねあの障害者雇用ってあのやってくださいなんて僕も、うん、あの言えないと思ってるし、うん、もちろん大変なところもあるしただ一方でやっぱりちゃんとその障害者雇用がねできると、うん、特にうちのことですけど、うん、やっぱりすごくあの人として。 優しくなれたりとか、うん、あのまあ人間らしくっていうんですかね、そういう雰囲気っていうのは絶対できると思っているから、だから唯一それだけはね、一緒に働くとそういうことは絶対感じると思いますってことだけはお伝えはしますが、まあそういう意味ではこうダイバーシティ、本当の意味でのさまざまなね人が一緒に社会を形成して働いていくっていうことはやっぱりいいことですよね。 そうですね。やっぱり違いを認めるっていうことができたら、やっぱりそれだけ。そのいろんな余裕も生まれるだろうし、いろんなことを受け止めていける広さっていうのは、僕はできるんだろうと思うので。うん、そういうことが、あの、最終的な目,目標というか、目的になっていくのかなっていうのは思います。うん、でも、そういうものをようやくみんながこう気がつき始めて。そこは世の中の変化っていうのを感じますか。え、あの、本当リーマンショック以降っていうのは、すごく働き方とか、生き方を。 まあ見つめ直す機会に僕はなったんだろうと思うので障害者雇用に対する見方っていうのも多分すごく変わってきたしあの受け入れてもらえる感っていうのがもう随分変わったなと思って、うんうん、じゃあ今後、まあ、本当に大山社長としてですね会社をこう発展させていく未来の姿、まあ、理想の姿ビジョンがあると思うんですけれども、はい、どんな会社にしていきたいっていうふうに思いますか まあチョークに対しては日本でね一番シェアを持てるようなチョークに育ってくれたわけですがやっぱり僕はきっとバスは世界でもね通用していける商品になれるんだと信じているのでやっぱりそういう世界ブランドにするっていうことまあそういう商品を僕らがあの障害を持った社員たちを含めて作ってるんだっていうことがあのちゃんとんまあいい影響がねさらに伝わっていくんだろうと思うしあのいろんな現場で障害を持った人たちが。 普通に、ね、こう、うんうん、活躍していく社会っていうのはうちの会長での言葉ですけど街道社会って皆が働くっていう感じで街道と読ませるんですがだから本当にその違いを認めてその良さっていうことを確認しながら受け入れながらできる社会ができたら、うん、本当に幸せなんだろうと思うしだからうちは障害者の方たちとこうやってきたことをい,いかにちゃんと 世の中に伝えてそういう社会の一助になれること街道社会の実現っていうのをミッションに抱えているので、うん、まあそのためにあのしっかり成長していくことあ、うん、あのまあ希望もそうかもしれないですけれどもまずはそういう商品が世界ブランドにちゃんと認められるようなここまで育て上げることを今一番思っているところですこの後は今日のアップトゥーデイト 知的障害者の方が働く現場を見てきましたけれども彼らはしっかり目標を持ち作業は正確責任感を持って仕事をしていましたあの不平不満ばかり言う健常者よりも素直な彼らと働く方がよっぽど気持ちがいいという現場の社員の方の言葉が非常に印象的でした彼らとしっかりとコミュニケーションを取りその能力に合わせてシフトを考えるまあ、雇用側 受け入れ側の考え方で彼らはしっかりと戦力になることがよくわかりました忙しすぎて優しさや思いやりが置き去りになる職場が多い中で人として大切なことを思い出させてくれる彼らの存在というのは非常に意義があると思いますお互いの違いを認め合い補い合うそれぞれの立場の人が気持ちよく活躍できるそういう社会を目指したいものです